い元でい。うん、どないしたん。僕らのボスを返せ。うん、ボス。そうだ、金色にピカピカ光っているのがボスだ。金色にピカピカ。うん、まあまあそれはいいけど、どこに行ったらそれ手に入れれんの。ロフトで監禁されている。あ、ロフトで販売されてんねや。違う、監禁されているのだ。まあロフトに行って取り返してこればいいねんな。そうだ、早く取り返してこい。オッケー、じゃあちょっとロフト行って取り返してくるわ。いや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 、じゃーん、ボス取り返してきたで。違う、そいつはボスじゃない。いや、これピカピカ光ってるからボスやろこれ。違う、そいつは3番手だ。え、3番手。いや、ピカピカ光ってるからこれボスやろこれ。違う、そいつは金銀銅の中の銅だから3番手だ。せっかくロフト行って買ってきたのに3番手やったんこいつ。そうだ、3番手に用はない。マジか。はい、どうもこんにちは、もともと TV の元デイです。ということで、クオリティの低い茶番をご覧いただきありがとうございました。ということで、こちらですね、ロフトから発売されているロフト限定の豚シャープというシャーペンがございまして、これはねイエローという色なんですけど、まあ豚の形をしたねシャーペンということで、まあちょっと可愛いということで、ちょっとね話題になったこの豚シャープなんですけど、これにはね金ピカシリーズがございまして、この豚シャープの形のまま金ピカにね光った金ピカシリーズがあるんですけど、それね金と銀と銅があるんですよ。で、僕はね、まあさっきの茶番でちょっとそういう感じにしたんですけど、僕はねこれのね金色を買ったつもりでいたんですけど、後々調べてみたらね、こちらこれがね銅だったんですよ。うん、金じゃなくてね銅で。ただね、僕がロフトに買いに行った時はこの銅しかなかったんで、まあ仕方がないなって感じなんですけど、こんな感じ、もうめちゃめちゃ反射しちゃうんですけど、こんな感じでね、もうめちゃめちゃ反射しちゃうんですけど、はい、結構ピカピカ光ってますよね。ちょっと近くで見てみましょうか。はい、並べてみるとこんな感じですね。まあ見てわかる通りね、もうめちゃめちゃピカピカ光ってますよね。お尻の部分までねめちゃめちゃ光ってますね。なんか魚眼レンズみたいな感じでめちゃめちゃ僕反射してますけど、ちょっとカメラでね顔は隠しております。で、こちらねロフト限定の豚シャープなんですけども、これのねネットで販売してるキャッチコピーがね、小さい、可愛い、描きやすいっていうキャッチフレーズがついてるんですよ。いや、小さい可愛いはわかるんですけど、この描きやすいっていうのがねいまいちちょっとピンとこないと言いますか、つべこべ言う前にちょっと試し書きの方をしていきましょう。まあ、せっかくなんでねこの銅で描いていこうかなと思うんですけど、どこノックするかっていうと、この鼻の部分をねこうノックするんですよ。じゃあ、芯がはいこんな感じで出ます。まあ2回ノックぐらいでちょうどいいかなって感じですね。で、持ち方はね、僕はまあこんな感じかなって感じなんですけど、これがねマジで書きにくいですね。うん、キャッチコピーの書きやすいは嘘やないかいって感じなんですけど、お世辞にもこれは書きやすいとは言えないですね。こちらのピカピカしてない方の豚シャープが300円プラス税、こっちのピカピカシリーズが600円プラス税となります。まあ、これねさっきも試し書きして分かったんですけど、本当にねシャーペンとして買うというよりかは雑貨として、こういう感じでね豚を2匹並べといても可愛いので、小さいね雑貨小物として購入するのもありなんじゃないかなと思います。ということで、今回ちょっとクオリティの低い茶番寸劇から、スタートしたんですけど、まあロフト限定でね、まあこういう可愛い豚シャーペンが売ってるよというお話でございました。こういうピカピカシリーズなんかもありますんでね、まあ僕はちょっと惜しくも金は手に入れられなかったんですけど、金はもっとこれよりねピカピカしてるんで、まあ金ピカ系が好きだよとか、こういうちょっと可愛いなと思った方はぜひチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではね、また次回のもともと TV でお会いしましょう。